例えば参政党絡みの電話が僕と電話かかってきて、一番多いのが参政党に連絡つかないんですよ。で、しかないで昨日ツイッターで出したんですよ。参政党に連絡がつかない人は3111に電話して、あの520の神谷さんの事務所つないでくださいで、つながりますからって出したら、もうそれに対してまたわーって批判が来るんですよね、参政党。なに俺たちお前電話番号つないようにやってんのにお前なんでバラすねみたいな。これ本当詐欺師集団でしょ。いや、普通国民の皆さんの声をお伺いします、お電話お待ちしてますじゃないですか。そうそうでしょ。電話番号を公開したら、いや、しかもワンクッション置きのやつですよ、怒ってくるんですよね。だって僕がそもそも参政党の電話番号が06になってて、大阪のツイッターの方ですよね。で、電話したらマックスになるって事務所に言ったら、次の日から新しい番号ができました、03ですとかって言って案内してくるわけですよね。もう言われるまで待ってたんでしょうね、あれもね。すげえなと思って、いや、これをその統一教会と何が違うのって言われたら、だから僕謝ったんですよ。あ、参政党さんは統一教会とは違いましたね、大変失礼いたしました。統一教会のビジネスモデルを丸パクリした宗教法人じゃなくて政党なんですね、大変失礼いたしましたって謝罪したわけです。で、それに対して払ったお金を返してほしい人はどうするんですかって聞いたら、返しません、いや、と最初は返しませんって言ったのに、いや、なんかあの錯覚があれば、誤解があれば返金します、錯誤があれば返金します。で、その錯誤の定義はどうなんですかって言ったら、もう言い出したけど、あれが僕の作戦なんですよ、仲良く見せかけといて。だから、その政党と和解したんじゃないかみたいなこと言われるんですけど、和解なんかしてないよって、詐欺だもんって。だから、まあ詐欺っていうか、詐欺罪の詐欺じゃないですよ、246条の詐欺じゃないけども、そう、いや、明らかにちょっとね、いや、司法が僕はもう詐欺的だっていうのはもうご指摘の通りでね。だから、そういうたくさん9万人ぐらいいるのかな、会員がいるとかって言って、まあ、古代に私たちはすごいんだって出して新たな人を勧誘してくるのも彼らの手口でしょうし、で、今言ったようにやっぱり崩壊していくのはその支部の方から崩壊していくと思いますよ。だってまだ国政政党になって2ヶ月超えたでしょう。それで、あの支部の方はまだ集めようと思ったら多分集めれたと思うんですけど、もうここが潮時だと、もうこれ以上集まらないから、その支部のお金を持って逃げたっていうような感じじゃないですか。だからこれからそういうのが出てくるんじゃないですか、むしろ。本当ね、あの僕ね、そのお金を騙し取る人って基本的には許せないんですよ。いわゆるその洗脳してお金を取る人って本当気に入らなくて、そういう人間が宗教をやるのはいいけど政治に入ってくるなんていうのはすんごいあるんで、顔が歪んでもそういうことですよ。政治の世界で合理的なことを言わずに、神様が助けてくれるとか、カメハメハで治るとかね、そんなことで票や金を引っ張ってくるなんて、そこは僕はほら、政治家がみんな団結して、そういう宗教チックな政治家に対しては政治の世界から退場していただかないと、政教を分離する意味がないので、政治は科学的根拠に基づき合理的な判断を行い、事実に基づき行うものであって、そのようなカメハメ屋で治るとかいうのはダメです。そこは強く僕はもう毛嫌いしてる、そういうことなんです。